今日何について喋ろうかな。トークテーマは、まあ、さっきまであんなに自然に喋れてたのに番組始まったらもうトークテーマを決めないと話せなくなっちゃう。トークテーマをくれ。トークテーマを。誰かカンペでトークテーマを。トークテーマをくれ。俺たちにトークテーマをくれ。テーマがないと喋れない。そんなことないだろ。そんなことないはずなんだよ。生み出す力はない。確かに。広げる力はあるよ。生み出す力はない。何か与えてもらえたら、ブワーってやりますんで。与えてくれ、何かを。何かを与えてくれ。生み出す力はない。ふるしかとということ。シカトって久しぶり聞いた。確かに。あんま聞かないな。無視ならわかるけど。シカトされた。シカトっていう言葉ね。いつ生まれたんだ、あれは。よくないよ。よくない。一番よくないんだ、虫が。虫はよくない。虫、シカトが。既読。虫。うわっ。もちろんやってないですよね。でも、虫とちょっと一旦置いとこうみたいなのは別じゃないですか。全然別です。ちょっとすぐに返せばいいってもんじゃないじゃないですか。確かに寝かせることも大事ですよね。寝かせたりとか、この言葉でいいだろうか、その喋ってないからこその文字でちょっと誤解を与えちゃったりとかしてないだろうかってい こう遂行の時間がいるわけです。そうです。サラサラサラ、そうそうそう、サラサラです。でこれは虫ではない、うん、時間がかかる。確かに、ということで、ということで、はい、始まりました。勇気んちへようこそ。重い。みんなは無視してない？してない？大丈夫？怖い怖い。トークテーマだ。みんな無視してませんか？うわー怖い。シリアス系のね。ねえ、ちょっと問いかけてくる系ね、うん、誰かが傷ついているかもしれませんよ、うん、あなたの言葉大丈夫？その言葉間違ってない？流れてる。流れちゃう。流れちゃう。さあ、ゆうきんちへようこそ。番組が始まった。始まったよ。始まったよ。ここから始めよう。始めよう。桑原ゆうきです。高田ゆうきです。今までのとこは何、始まってなかったの。そう。いかようにもできるはずだから。収録回だから。収録回だから。ここからや。楽屋でも話したんだけど、はいはい、せっかち芸人っていうのを見て、アメトークの、うんうんうん、自分が当てはまりすぎてめちゃくちゃ面白かったっていう。そう、私はね、その回まだ見れてなくて録画してあるんですけど、うんうんうん、どんな内容だったんですか、せっかち芸人。なんかね、うんうん、多分みんな早く帰りたがるとか、うんうん、カップ麺の3分が待てないとか、そう、新幹線乗っててもう次はみたいな、音楽が鳴ったらドアの前に立ってこう終わってるみたいな。そうか、ちょっとでもね、早く、そうそうそう、行動して、そうね、効率的な生き方をしている人たちってことなんですかね。そういう言い方もされてましたね。あー、なるほどなるほど。効率中なだけですみたいなのがあったんですけど、ゆうきさんもそれに当てはまると。当てはまるものがあまりにも多くて、ちゃんと家で一人なのにブーって吹き出して、あまりにも当てはまりすぎて。そんなに。そう、コーヒーこぼした。すごい。ちゃんと、しかも色がついてるものを。そうだよ、もう大急ぎで、あって脱いで。いや、すごい。おすすめ、見てほしいな。ねえ、いや、意外だよ。自分じゃんって思った。そうか、ゆうきさん。あんまりね、こう、イメージ的には皆さんどうでしょうね。どうだろう。ね、どっちだと。ゆうきちゃんは多分、時々見てるかもしれないけど、その、急いで帰る私。確かに。そうだ。早歩きのね、うん、競歩で去っていく後ろ姿を。うん、効率ではない。確かに。早く帰りたい。うーん。早く帰りたい芸人。そういうこと？芸人声優。早く帰りたい声優。その時にね、言ってたんだよね。赤い丸を早く消したくなるみたいな話もしてて、はい、LINE とかの右上に出てる、はいはいはい、やつとか、メールの上に出てるやつとかを消したいみたいな。それもめっちゃわかる。いやー、確かにな。残ってると気になりますよね。そう。で、見て、丸消して忘れちゃうとかがすごい多くて、最近。あー。そう。これがやはり。シカトに、シカトに繋がっていく。伏線回収とか。あ、素晴らしいですね。素晴らしいですね。何ですか？何ですか？犬犬をどうぞと言われました。犬犬、あ、そうですか。いいんですか？じゃあもういいか、番組の説明とか。そうね、もういいか、もう番組の。あれとかそれとかいいか。いいかいいか。もういいか。自由にやっていこうよ。うん、やっていこう。じゃあ。65回目です。うん、そこだけは言う。それだけは生かされたところで。やっていきましょうか。犬犬やっていく。犬犬。
さあ、うん、見たことない場所ですが。ですね。なんとこれなんかショップみたいな感じらしくて、ね、今何もつけてないけど、こうやってやるとお着替えが、ね、今リボンつきました。高田のワンちゃん、あー、ゆきさんもつきました。こんな感じでね、着替えができるし、なんなら買うこともできるそうです。あ、13個、うん、あの骨があるってこと。あ、ってことですかね。今まで獲得してきた骨で買える。買えるね。ゆきさんリボンつけてきて。私たちの努力。あ、つけてないの。でも忘れてた。もう脱いじゃった。あ、いいです。せっかくならね、お揃いきて。鏡に近すぎて見えない。あ、できた。よしよしよし。いや、かわいい。のびのび。ガチャガチャですか。ガチャガチャですね。いや、これをなんか浮かんできた。ちょっとコントローラーが今まで得たもの全部失った。確かに。どうやって掴むんだっけ。なんだっけ。あ、これか。左で掴める。こっちだ。こうか。あ、できた。で、こうか。いつもちょっとなんかわからないままにやってるあれか。何回やってんのよこれ。泣いちゃった。あ、何かできた。出た。これお金かかるの。かかるのかな。触っても大丈夫かな。触ったらもう買い取り。泣いちゃった。もう減ってる？もう減ってる？気づいたら買わされてた。怖い。気をつけなきゃ。みんな、お、お、かわいい。あれ？ないの？かわいい。私は？君はないの？何？何？ないよ。お金払ったんだからもらわないと。もらわないと。ちょっと、ちょうだい。あ、もうあれかな？鏡の前に行ったら出るのかな？ゆきさん今かぶれてるけど。ね、よいしょ。はい。悪いな、この帽子は一個だけのようだ。ふざけるなふざけるじゃないよ。お気に入りの帽子をかぶってください。私にもください。なんでこれ触れらんないの。あ、できた。できた、できた。あ、やった消えゆくやった。消えたの今。かわいい。帽子めっちゃかわいい。すごい。もっと買いたい。じゃあ残りの骨は貯蓄しましょうか。え、嘘だ嘘だ嘘だ。貯蓄なんて。これから何が起こるか分からなくて、貯蓄しておきましょう。いや、いらないよ貯蓄。貯めときましょう。いや、貯めないで。そんな目の前のものに飛びついてある。見て見て、このクマめっちゃかわいいですよ。このクマ何。クマは帽子です。帽子もうかぶってるじゃない。もうあるじゃない。いやいやいやだ。帽子だって、クマの帽子は持ってないもん。あ、こっち見ましょう。十分でしょ。ゆきさん、帽子じゃないやつある。帽子じゃない。ほらほら、ろうそく持つのかな。あ、それは気になるね。でしょ。買いましょう。やった。よし、はい。どうするかわかんない。ママずっといつもなんかやらないか。何これ。あ、かぶるやつじゃないのあんた。帽子じゃないって言っといて、かぶるろうそくじゃないの。かぶるろうそくじゃないの。持つってあんた、手ないやないの。加えとくとかあるのかって思うじゃん。嘘。どうすんの、さっき買ったやつ。いつかぶるの。クマはもういい。クマかぶよ。もういっぱいいっぱいだから。え、見てください、ゆきさん、奥にもあります。何、こっちこっち見て見て、ほら。何、あれは何。確かに、これ、これなんだろう。これは円盤っぽい。どうせかぶるんでしょ、これも。あ、見て、でもこれかけるやつ。かけるやつか。かけるのもあります。それは気になるから。やったー。チョロ客。やったチョロ客なんだよ。よいしょ。はい。両方いけんのかな。あ、両方はいけないみたい。一個つけたら一個失っちゃうんだけど。なんでなんだ。お金がなくなっていくよ。あら、あ、もうなんない。もう他がないのか。マリピ。片っぽずつは変えられる、鏡の前でってことですね。もうどうせならじゃあこれもね、買いましょう。もう一個しか被れないというのに。おお、お願いします。いつもこれどうやった、どうやって開けてんのか全くわかんない。あ、かわいい。あら、見て。あら、かわいいよ。ちょっとじゃああっちの鏡で結果どれにしますかっていうね。よしよし、贅沢しちゃったわ。ほんとよ。立った立った犬が立ちましたよ。どうやって変えるんだ。これどうやって変えるの。こうか。これか。あ、かわいい。いや、もう
富豪ですよ、こんな。うわすごいすごい、見て見て、これかわいい、それめっちゃかわいいです。なんか見て、すっごい細い日、わかります今この一瞬のこの。なんで細くなるの、わかんない。前向いたら大丈夫、横向いたらもう世界で一番細いろうそくになる。うさあ決めましたか、お気に入り決めましたか。リボン可愛いよな。もう最初からあったやつ。そんなバカな。クマも、ね、あんだけ可愛い。いやめっちゃクマも可愛いんだけど、こうやって全部並べ替えてると。いやでもクマ可愛いよ。気に入ってるな。絶対ロウソク気に入ってるんだよな、ゆうきさん。バレたか。じゃあこれでいきますか。これでいこう。よっしゃ。行きましょう。わーい、おしゃれしたね。楽しいじゃん。ね、散財しちゃうんですよね、現実もね。大事。でもね、ずーっとあるだけじゃ意味ないからね。やっぱ使わなきゃ。回していかんとね、うん、経済をね。そう。そういう気持ちでやっていたり、いなかったり。いなかったり。ラジバンダリ。ん懐かしい。懐かしい話。お、はいはいはい。暗闇ね。左。左。よかったよかった。この火で導くことができる。この火で導いてくれとったんか。ありがてえですね。あれ？じゃあない。同じものを出してみる。左。左。こっちか。ルルルルルルル。ここかな？どこら辺に？あ、開いたー。ここだ。行きましょう。行きましょう。私も出した。なんか出た。さあ、さあ、さあ、さあ。お着替えもして。準備は万端。心機一転。やったりましょう。お、なんだこれは。なんだこれは。まあ、聞くところによると、はい、犬犬ももう、やることはないかもしれないので。うん。精一杯やりましょう、今日は。そうですね。精一杯やりましょう。ぬるっとなんかもう最後かもしれないというのを聞いてるので、ね、うん、そう、この買った衣装で精一杯やりましょう。そういうこと。無駄な動きはないようにね。ね、絶対に無駄な動きはしないようにね。無駄な動きをせずに効率よく進めてまいりましょう。そう、成長したんだ。効率中。あ、そうだ、ゆうきさん効率中。そうですよ。進めててください。余計なことはしないでね。お願いしますね。せっかち、うん、せっかちな人がやるとは思えない行動をずっとやってるんです。なんだこれは。なんだこれは。意味ありげに。そうなんだよ、用法なんだこれは。意味ありげだけど、一緒に挟むと何か変わるのか。そしたらなんかガチャみたいにこうやってなんかしてたらなんかなる。確かに回ってます。よし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 。何をやっちょる。なんだこれ、なんですかこれは。何をやっちょる。光っているのか。なんか光ってるように見ますよね、回してると。でもなんか何も変わってないんだな。もうちょっと進んだら、これの使い方がわかるのやん。諦めよう。OK。諦めも感じ。絶対意味あったけど、諦めよう。諦めも感じ。なんだこれ。あ、なんか。そちらいかに。あ、なんかダメっぽい。なんかダメっぽい。ダメっぽい。初めてちょっと怖い。ねえ、こんなのない今まで。何よ。あ、なんか、ついた。そっか、これに捕まって。うんうん。ああ、なんか連れてかれてる。話せ話せ。あ、なんだったんだ。ただただ。わからないけど。なんか終盤っぽいね。ねえ、ただなんか2つライトつきました。あそことあそこの街灯が。だから一回見つかって、あの一番下のやつもつけてみます。一番下のやつ。ほら、ここ。ああ、なるほど。そう、こうやつとあえて捕まる。そう、あえて。これめっちゃ怖くない？止めて止めて止めて、ゆっくり来る感じが怖いね。ダメダメ、これに捕まって抗うってこと？あ、そうか、抗いず抗いず抗えなかった抗いず。でもなんか難しそうです ね、 ね、あそこまで行き着くまでに浮かんじゃうから、どうやってあの街灯を取り付ければいいんだ。伸びといて、伸びるのどれ
あ、それだ、それだ。伸びて、もう先にここぐらいまで来といて。なるほど、なるほど。で、ちょっともう一方がね、見つかってもらっといてってことか。ちょっとそれで一回やってみましょう。はい、見つかった。いいよ。あ、しまった。縮んじゃった。こっち行ったら意味ないから。来ちゃった、後ろ。こっちで意味ないから。早くなってない。早く、追い越されてる。待って待って、怖いんだ。光が先行してる。あとここ邪魔なのよ。なんか、うーってなっちゃうから。捕まってみる。抗ってみる。いいよ。私なんか、どこかわかんないところに捕まってる。犬の姿にむちゃむちゃにされてた。犬の声になってしまったよ、ね、渋い勇気さんなっとりましたけど、ね、何だったの今の、なんだろう、わかんない。あれか、とりあえず素直にあのなんかスイッチみたいなのを押してみますか。じゃあ見つからずに、うんうん、行ってみよう。行ってみましょう。今度は今島だ、うん、よし、そしてこれにあ、こっちか、こっちが開くのか。ああなんだ、え、じゃあ行けるってこと。行っていいの、何もない。あっち側めちゃめちゃ心残りあるけど。そうなのよ、なんかありそうだよ。だって今、あそこの街灯ついてます。これが光ったからかな。ああなんかあるのかな、あっち行ったら。ああもう全然ゆきさん前ばっか見てる全然も戻ろうという気持ちが一切感じられないけど、足が出たらもう行っちゃう行っちゃういや、やめよう。いや、いい、それが効率的だ。いやいや、でもなんかあったじゃん、棒みたいなのいっぱいあった。あれはあれはめっちゃ気になってる。もやもやして行こう。いやー見つかってるよ待って、今だ。え、はい、早くあの棒にちゃんと捕まりました。追い越されてるってだだ浮いてんのよ。ベッドに戻してくれる。寝かしつけてくれてるんですね。可愛いね。ね、うん、ほら全部ライトついてる。全ライトの街灯はついたから、なんかあるのかな。すぐ泣いちゃう。泣いちゃう。これ何？これ何なん？これ何なんやろ。何も意味がないなんてことある？なんか、これは何？先に進むいいのか。何もない、何も生まれなかった。これはじゃあなんか、なんか、それで、うん、オブジェ、オブジェ、オブジェ的な、うんうん、モニュメント的な。使わずに行きましょう。今だ、行きましょう。慣れたものよ。オッケー。チャックの扉を開いて、うん、行っちゃうと。ぴょーん、よいしょーん、誰かが噛みつけばいいのかな。チャックを開けるのかな。ねえ、あそこを誰か噛みついて。いけたー、やったー、すごい。よし、開きました。いいよ。おお、すごい角度。遠い。また割れた。ね。角度。すごい。遠い。なんだろう。とりあえず上がってみますか。またなんか光鳥がいる。本当だ、怖い。あれから逃げる戦いなんだな今回。なんか吹っ飛びそうな。ここに戻されるので、ああやばいね。でも進んでも何か閉まってる気がするけど、一回でも見つからないことある。めっちゃ照らされてるけど確かに、うん、そうですよね確かにこれで向こう行こうと思って照らされないことある。掘り寄せ、どういうこと。逆にあれをこっちに連れてくるってこと。あ、ってこと、なんだこれ。これなんだ。何？なんか出しちゃった。あ、すごい、なんかいけそうな。なんだ、何も起こらないなんてことがあるのか。起こらない。難しいね、ここ。難しい。何がどうやって、どうしてどうなの。これは何？なんかクッション、ジャンプできた。あ、なんか取れそう。運べる？運べそうです。よ、おお、なんだ。あ、なんか近道というか、
扉みたいなのが、地下通路へつながる扉みたいな。開けるってこと？ってことだと思ったけど何も起きない。伸びて伸びて伸びて、あ、でこっち噛んでみたいな。ああ、確かにそういうやつ。なんかよし、でこらー、うぅーだぞ、すごい、よいしょ、うぅー、わー、いいね。こっちだって。あ、うん、行ってみたい。ね、なんか押してる。ホットココア。飲み物が欲しいね。待ってな。取ってきたるから。うわ、ボヨンだ。ボヨンよーい。ボヨンよーい。上手上手。最高だ。最高だ。最高だ。出しちゃった。確かに。何が出た？しましたけど。やあ、にょ、どういう状況これ見たことないカメラはこんなことめちゃめちゃ隠されて、あ、どこにいるの私たち。え、どういう状況、どこ、ここだ、ここだ、怖い怖い怖い、ちょっと何挟まった、やばった、怖かった、怖こっち側でも何もないんだ。これはこっちなの？てかどうなの？何も道はない。何のために下に降りたの？わからない。これにやっぱなんかあるのかな？タイプに。なんかあるのかな？吠えてしまった。人が隠されているはずだ。何かがあるはずだ。何か？何なのか？泣いちゃった。思わず涙が出ちゃう。上がるか。よいしょ。上がっていく。さて、戻る？戻りますか。あの光鳥みたいなとこ。とりあえず行きますかね。行ってみましょう。見てください、ゆきさん。これもそうだ。これもあれか。なんなんだ、これ。あえて見つかる？そうですね、一回見つかってみましょうか。よし、だって時間はあるかも。ほら、ほらほら。今ならいけそう。今ならいけそうだったよー。微妙。ここまで持ってこられる。今行けたね。確かに。そうか。また照らされる前に。ってことだね。ギリギリまで行って。ここは行っちゃえ。行っちゃえ行っちゃえ行っちゃえ。行って。感度計みたいな。ここ台本の中いたらいいのかな。台本の中に。え、いる？いるの？あ、ほら追いかけてこない。あ、そういうこと？え、わかんない。なぜか見逃された。怖い。
けたいけた。なんかこのぬるっと感が気持ち悪くて。なんかわかんねえけど、いけたぜ。時々ありますよ、緊張。なかなかゲーム実況で見ないぬるっとなんかいけちゃう、なんかいけちゃうというやつですけど、いいじゃない。何これ楽しそうじゃない。金が、金じゃない。こう、あ、また照らさなきゃ。本当だ、あ、照らす棒あるじゃない、棒じゃない、たまに。やっほー、これだね、これだね。そっか、そうなっちゃうとね、通れないわね。こうか、持った状態で描いてって感じか。出た。お、なんだ、これなんだ、ぬるん、なんか浮くってこと。うわー踊り食い。あ、ここに置いとけるんだっていう感じですね。でも、まだ俺たちには必要だ。登ってく、登ってく。なんでこんなに離れられないんだ、この場所から。あ、登っていくとか降りた方がいいんだ。そう、閉まっちゃう。で、こっちから行って、そうです。なんかここからね、なんかね、動けないのよ。動けない、みんな分かんないかもしれないんだけど。あ、よかった。オッケーオッケーオッケー。なんかね、引き寄せられちゃうんで。よしよし。オッケーオッケーオッケー、来たー。あ、骨だ。骨だよ。骨欲しいね。そうだ、これを渡れば骨になる。テーブルに渡っていきましょう。行きましょう、絶対にだ。はい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 、オッケーオッケーオッケー、やったね。なにこれ、こいつは何、何も起きないの。渡りましょう、渡りましょう。ほら、うわー、いや、来た、落ちた。よいしょー、 OK なのかな、 OK なのかな。よし、行きましょう。はいはい、うまくいきました。いいよー、いい感じだよー。うわ、すごい、なんか不思議な横向き。どうなってるんだ。あの棒だ、また。ほんとだ。もしかして捕まりながら行くとか。あ、そういう感じ？交互に。なるほどね。こういう感じね。ここで生きてくるんだ、今までの経験が。経験が。生きてくるよ。生きてくるんだ。生きてくるよ。絶対に。生きてくるんだ。うん。生きてくるんだ。どこだ？どこだ？あ、もう離していいんだ。いいの？わからないまま進んでいく。あ、出てきた、怖かった。どっち？でもそっちにしか行かない。そうか。そんなこともない。あ、ここに戻されるよ。あ、目覚ましだ。なんかわかんないと思っちゃって。ふふ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 、何かが起きる、起きる、何か起きてくれる、確かに。わけではなく、なさそうですね、ではなく、うわぁ、なんかわかんないけど見つかったからもう行きましょう。やだー、やめてよ、いやー、それだけでも生き残る。あ、行ってくれてる。でもそうか、結局のところここを何か照らさないとダメ的な。蛇を目覚ましで起こすとか。あ、確かに目覚まして起こしたい。なるほど、わかりました。お、いいですか。ついていきますよ。戻りますか。オッケー。でも目覚ましがいるってことですね。つまり、目覚ましがいるってこと。いるってことですよ。いるってことですよ。もう連れてってくれるようです。ここまでは喜んで。1個いる。確かに一応連れてっておきます。どうしたらいいんだろうね。ふーん、あ、ここから行く。あー、目覚ましくん持ってたら噛めないね。そうか、確かに。取り組み無理だ。あ、上も行けるんだ。これが上も、これも無理だ。なんか見た目がここどこかな。ライト、ライト、何、うん、あ、どっち、もう1個行ける。なんか行けるの、行けないよ、行けないみたいよ。
わかった今の あの子がこう首振りのねタイミングが合ってればいけるんだなるほど、うん、消えてくんだそっかそっかのでスムボール待ってここじゃないこれからだ何今の飛んでったやめちゃうなんでなんで引っかかった何なのそのあの時計くんこう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 イエスイエスイエスほねーやーいやーいあー今一瞬なんか夕方クインテッドみたいな恥ずかしさが今日は懐かしいねこの子だもうどうしようもないところにいます取れないあら取れないところにいますあ、取れたこれ何を起こしてるのあれだなやっぱ一番奥のやつのドラゴンに起こすためのものなんだろうけど取れてこれちゃうんだよリモだ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 ついたけどでもダメなの電気がついただけだけ、うん、すっごい引っかかるから行きづらいよね行きづらいですめっちゃでもルートの確認をするとこうってことですよねなんかこれをスムーズに行くとしたらこうですよね難しいこれがスムーズにいったらいけるものなのかなあ、引っかかるほら本当だ怖いちょ、一回さ私はもう何もしないで二人で動くとあれかなあ、一人だけでもこうなると結構長くなっちゃうんですよねとなるとどうなんだろうじゃあついていくみたいなあ、確かにこうやってギュッとシミュレーション、うん、大丈夫シミュレーションだとそうなるじゃあキュッとくっつく感じでいきましょうかはい、ちょっと私たちだけでやってみますその目覚ましくあ、確かに、うん、よし練習、こんな練習重ねることから、ね、こうやってあ、やめてー早い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 やだー揺れながら揺れながらあら、もう一人どうしたついにいなくなったかやばいあ、いたどこ？こんな、どこに置くの？よし！ね？あ、待って、はい。待って、それ私の。あ、よかった。お互いに目覚ましくんをゲットしたので。では、一緒に。そうだ、プラス目覚ましくんの、あー、確かに。分も出るから余計にね。行かなかったらやめようかやめましょうえ、ちょ、でも一人生き残ってるよしよし来た来た焦らず行くんだ焦らず行くんだ焦らず行くんだよもう最近でゆうゆう起きて起きてイエーイいやだね、今できちゃったなんでなんだよちょっと詰めおいおや目覚ましくんはあそこに置いてくれ置き去りにいいねよし進んでいます今度でもなんかこればっかりはむしろ連れてってもらった方がいいさあ連れてっておくれよひっかかりながら大砲だちょっとわからないそうだ打ち出してはいるんだけどそう何かしら最初だけ打ち出すなんかわからないまだこれを抜けて飛べる太鼓もあるあっちに白い玉もある
何回やっても実際に落ちてるみたいな感じになりますな、うん、すごいですよね、うん、お、竜みたいなのが走ってて綺麗。おら上から、あ、確かに、どうってこと、はいやうわえ、あ、置いて置かない方が良かった。いいのか、あ、閉じ込められた、助けて、どうしたら、置いて、うん、置いて、そしてどうなる、上から、あの上のさっきのさ、あ、生かして、そう、生かしていくんだみたいな、生かしていくんだという、生かしていくんだ、キーワードはよし貸していく、はい、オッケー、ふん、あ、ふん、ふん、どうしてなんで生かしていくんだ、生かしていくんだ、なんで生かしていくんだ、生かしていく、ちょっと待ってよ、絶対に離さないからね、お願いね、絶対だよ、よし、離していいよ、そして捕まる、捕まるまでは離さない、そう、これがポイント、これがポイントよ、よいしょ、くん、そして掴んだね、掴んだ、そして離す、そして離す、これが大事、絶対今じゃない、何が、私が離すのは今じゃない気がしてる、よし、あの、これ噛んで、うん、噛んで、え、わかんないけど噛んでみましょう、やってみよう、よし、そして、そう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 、ね、こっちに来てもらって、これはやったー、最高、いいんだよねわかる、いいんだよね、ね、よし、あ、頼む、使うのはここまで、あ、うん、もういらないみたい、ちょっとあなたもその帽子ダメだったんじゃないって思っちゃった一瞬邪魔だって、あ、あ、跳ねない感じだ、この自転車を通れないようにするみたいな、うんね、この丸いやつ、そうなのよ、すごい引っかかってるわね、はい、オッケー、あ、わあ、最終回っぽい、かっこいい、竜だよ、竜だ、竜が連れ去ってくれた、ああ、なるほど、助けてくれたわけですな、いい竜だ、こういうことでしょ、ああ素晴らしい、でこういうことでしょ、そういうことだ、イエーイ、やったね、まじゃましくん、やっほー、置いてってごめんよ、こういうことないかな、あ、こっちに来るってことか、あ、この子を目覚めさせなきゃですね、もう分かってきましたね、あー、うんうん、無理です、すごいですよね、これね、言葉とかがないから世界中で遊べる、飛ばなくてもわかるもんね、うんうん、ゆめ、ゆめくん、あ、ゆめくんだ、ゆめくんを、そうだね、そして伸びていって何を使う、いいんだ、渡れるんだ、うん、渡れる、渡れる、そして足を立って、あ、起きないんだ、じゃあ渡れ、渡れないんだ、どうしたら、すごい焦ってるごめんよ、目覚ましが止まらなくて焦ってる、あ、ん、もう起こしたから、あ、でも見た、そう、あっちに渡りたいんですけど、この橋を絶対渡らないといけないはず、あ、ひらめいた、まずこれをそこの、ここですね、ここに置いて、あ、そう、ここならじっとしとけた、なるほど、だから私たちはこっち側で渡った後に見えない何かにずっと引っかかって
どうしたんですか。どうしたの、ね、ゆうきさん何が起きてるの。何が起きてる。私はどうして進めないんだ前に。一人がこうなるともう進めないんだ。そうだ。で、噛みついて不思議な動きをするゆうきさんが取る。そう、それを取る。よし。そして、あー、バッチリ。うわーい、起こすと。ね、なんかね、あの子に全く触れない感じ。いいな。あ、いや待てよ、もしかして目覚まし時計くんは入れない。なるほど、面白いじゃない。面白くなってきましたね。やってきたわね。捕まればいいんだ。逆に捕まる。捕まえてごらんなさい。さあさあ、いつものようにさ、ここよ、導いてみせなさい。そうよ。うわー、ナイスです。いけましたわ。やったね。さあ、あとは口に飛び込むだけだ。さあ、行くわよ。あなたはそんな帽子であなただって、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 あなただってよ。どう飲み込まれていくのか。すごいよ。いつもよりもこの とんがりみたいなのがすごいある気がするんですよ。丸い感じで飲み込まれてます。とんがりが若干とんがってるような気がして。ろうそく？ろうそく、のやつなのかな。細かい。めっちゃ細かい動きをちゃんと反映してくれている。あ、お魚だ。やった。お、クリアしたのかな、今のステージ。やったー。あ、帰ってきた。ね、帰ってきた。ね、確かに。モニュメント。シンターの扉。この扉か。なんかちょっとだけ光ってる。さっきよりも。もしかしたら球体が。あ、ほんとだ。頭が白い。ね。ね、かわいい。すごい水泳キャップかぶってるみたいな。あ、ほんとだ。そんな感じになってる。終わり？終わり？こんなまだ。あとは皆さんの目で。そういうことですよ。皆さんの目で刮目せよ。刮目せよ。最後私たちがやっちゃったらつまんないもんね。そうか、確かに。そうだよ。そうだ。そういう楽しみだね。まだって言いかけたけど。いや、楽しみは取っておくものだ。そうだ、みんなの目で確か、続きは君の目で確かめよう。そうだ。ってことですね。そういうことですね。うん。ぜひ犬犬を。ね、遊んでみてくださいね。遊んでみてくださいね。そういう企画だったの、これ。一回もそんなこと言われたことない。遊んでねって言われて、純粋に遊んでた。一人でもできるのか。そうだ、一人プレイもできる。楽しかったね。ね、楽しかったね。思い出がいっぱいできたよ。うん。最後どうなるんだろう、ということで。終わっちゃう。終わっちゃった。ここ終わり。ここで終わりということですね。ここで終わりということですね。犬は買っちゃいそうだな、これ気になるもん。本当だよ。どうなっちゃうんだよ。はい。ということで、ここまでお送りしてきたゆうきんちですが、はい、おー、そろそろ前半パート終了のお時間でございます。なんだって、あっという間よ。普通おたやメールテーマへの募集、メールテーマへのメールを募集中です。ほうほうダブルゆうきアットマーク pgmail.jp またはメールフォームからお送りください。はい、あれが消えてるんだ。そうです。そうだ、先週から消えてる。あれが消えてるから、うん、違和感があるんだ。そういうことだったんだな。空想文通が消えてるんだ。そういうことだ。はい。お、それ言っちゃいますか。なんと次回からは、うん、大きくリニューアルをするということで。なんと、うん、これ私たちがなんか知っててお、とか言ってると思うでしょ。どうですか。どうですか。思うでしょう。何も知らない。何も知らない。何も知らない。なんかわじゃわじゃなくなるのかもしれない。でもそれも知らない。それすらもわからない。うんうんうん。だけどなんか大きくリニューアルをするらしいということだけは聞いている。
なんか来てのお楽しみって言われたから、うん、多分次の放送日までわかんないと思う。そんな気になる次回の放送日はちょっとちゃんとなんだろう、動揺が隠しきれずテーブルに思いっきり指をね当てましたけれども、次回のゆうきんちは4月11日木曜日夜9時からお送りします。楽しみ。あ、ゲストはしかも、はい、今回なしということで。あら、そう、ついに、うん、ついにちょっとなんか、合ってるか分かんない。そうか、もうついに、ついにもしかしてもう呼べなくしまったのか。リニューアルってそういうこと？うちそう、削れるものは削って、何もリニューアルが全てこうではない、こうかもしれない。やだ、そんなの聞いたことないよ。いい意味でパワーアップというわけではないかもしれない。怖い、悲しいこと言わないでよ。怖いんだ。確かに俺たちは勝手にね、頭の中でリニューアルってこう、こうだアップデされるみたいな、そうだと思っていたイメージだけど、俺たちはいつまでいつからこう思っていた。そう、勝手にみんな期待して。そう、どういうことなの、限らない。そうだ、何が起こるのか、もう逆にすごいドキドキしてね。そうだね、楽しみまである。楽しみになってきたよ、4月11日とりあえず後半だね、うん、後半はボイスラウンジチャンネル会員限定のニコ生となります。いぜひ会員になって、みんなが会員になってくれればね、うんうん、こうなるかもしれない。そうだ、引き続きお楽しみください。お楽しみに。お願いします。よろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。はーい、後半に入りました。入りました。